皆さんこんにちは。通常一般の人々の間では科学の世界には創造的アイデアの余地などはないであろうと考えられています。自然界のすべては明確で一義的で決まっているので、人間は現実の事実を研究するか、そうでないなら空想をするということです。おそらくこれは科学に関するあらゆる誤解の中で最も奇妙かつ現実から最も遠いものだと言えるでしょう。私たちのチャンネルにようこそ。ここは疑いの余地なく検証されきった事実だけを語る場所ではありません。私たちには基本的に間接的にしか判断できないことが多くあります。例えばブラックホールの中や私たちの住む地球の奥深くで起こっていることについてです。視覚的データが全く存在しない場所に関しては創造的思考の余地が非常に大きいのです。時にはそれらは完全にクレイジーに見えるかもしれませんが、それは一見だけです。そうしたアイデアの数々について今日はお話しします。面白そうですか？では始めましょう。2つの世界が出会うとき、今日の科学の中でビッグバン理論として広く世界に知られている高温高密度の宇宙理論について疑いを持つ人はほとんどいません。物理学的証拠が十分に揃っているので、例えば20世紀半ばに広く信じられていたような永遠不変の宇宙論などの代替概念に興味を持つのは今日では科学の歴史学者ぐらいです。2019年の現在にそうした考えに従うことはブレトマイオスの理論を認めるのと同じようなことです。ビッグバンが何であったかを私たちは知っています。ある時点でそれまでは非常に緻密で非常に小さな塊に圧縮されていた宇宙が膨張し始めました。まさにこの素晴らしい瞬間から論理的に明確なカテゴリーとして空間と時間について話すことができるようになります。しかしビッグバン以前はどうだったのでしょうか。通常科学者たちは肩を落として現代の科学では十分なデータが得られないというだけです。中にはビッグバン以前にも宇宙が存在していて、ただそれは私たちの宇宙のように膨張ではなく逆に収縮していたと考える人もいます。独創的なアイデアで快挙を成し遂げたのがジャスティン・ホーリー、バート・オブルト、ポール・シュテインハルト、ニール・タークでした。2001年、彼らはビッグバンのいわゆるエキピロディック説を提唱しました。それによると、ビッグバン以前に特異点は存在せず、いくつかの少なくとも2つの独立した宇宙が存在していました。これらの宇宙、またはブレーンは空虚で動きがありませんでした。その複数のブレーンの中の一つは不器用でぼんやりしていて、そして自分の足元をきちんと見ていなかったので、ある瞬間に勢いよく別のブレーンに飛び込んでしまいました。勢いが非常に強かったので、飛び込まれた方のブレーンのエネルギーバランスが乱れ、大量のエネルギーが放出されました。まさにこの出来事の結果は、宇宙マイクロ波背景放射として観察することができます。その後、放出されたエネルギーは膨張し、冷えてゆく物質へと姿を変えました。ブラックホールのホログラフィック原理。バーチャルリアリティ技術がより高度になるほど宇宙全体がホログラム、つまりコンピューターシミュレーションのようであると考えるようになってきています。そもそもこの考えにはコンピュータ技術の歴史よりおよそ100倍も長い歴史があります。世界が幻想であるという考えは西洋の古代哲学者や東洋のヒンズー教のラフマンがずっと前から提唱していました。しかしそれが広い関心を集めるようになったのはカリスマ的映画マトリックスの公開後、今世紀の変わり目になってからでした。仮想宇宙の理論は科学者の間で広く支持を集めており、現代の物理学者の中で初めてこれについて言及したのはアインシュタインでした。とはいえ本当にワチョフスキ兄弟、今は姉妹の映画のようなものを想像する必要はありません。ホログラフィック理論を理解したからといって、あなたがネオのように弾丸を止めたり、屋根から屋根へと飛び移るようになることはないでしょう。世界とは残酷なものです。あのスタイリッシュな黒いマントさえ与えられません。実際には全てがより単純に、それと同時に複雑です。まずは少し遠いところから、情報保存の法則から始めましょう。
これによるとどんな量子過程も逆行させることができます。単純な例で考えてみましょう。あなたはパソコンのハードディスクを落とします。ハードディスクは粉々に砕けます。それに保存されていた情報、あなたの写真、映画、ゲーム、本、そして誰にも見せられないようなマル秘画像はどうなるのでしょう。情報はなくなってしまうと思いますか？それも違います。ハードディスク上の情報はたとえそれが粉々になったとしても、その分子の構成要素として存在し続けます。私たちはそれを復元しようとすることはできますが、ディスクはもう細かい塵となっていて、現代の技術では元に戻すことができないかもしれません。しかし宇宙的視点から言うと何も変わっていないのです。あなたのハードディスクの情報はまだそこにあるのです。分子については先に述べた通りです。もし塵から情報を読み取る機会をお持ちでないのなら、それはもうあなた自身の問題なのです。ご理解いただけましたか？では次に進みましょう。次はブラックホールについてお話ししましょう。一般的な人々はブラックホールが自分の中に物質や情報を取り込んだり破壊していると考えていますが、これはあまり正しくありません。もちろん私たちは事象の地平面外から情報を引き出すことはできませんが、それはその情報が存在しなくなったということを意味するわけではありません。その情報は外部の観察者から見ればデータがすべて粉々になったハードディスクに保存されているのと同様、永遠にブランクサイズのセルとして事象の地平面に保存されます。このようにしてブラックホールのホログラフィック原理が生まれました。この原理に従えば、私たちの宇宙についての情報は相当な質量を持つブラックホールの事象の地平面上に記録されている可能性があります。そして私たちの生活はこの情報がどこかの空間に映された影なのかもしれません。実にこの世界全体はただの幻想に過ぎないのでしょうか。私たちは世界を破壊している。多くの人がシュレーディンガーの猫について聞いたことがあっても、皆が皆この思考実験の意味を理解しているわけではありません。もちろんこれはかわいそうな動物の虐待についてではありません。実験の目的は観察が観察対象にどのような影響を与えるかを示すことです。これは量子ゼノンパラドクスと呼ばれています。ご存知のように私たちの宇宙の 70% は暗黒エネルギーであり、それによって宇宙は膨張しています。最近の計算によると暗黒エネルギーの量は増えているのですが、均等ではないのです。最初の波は宇宙の誕生から約50億年後に起きました。ローレンス・クラウス教授の理論によると、暗黒エネルギーはそれを観測するという事実に影響される一種の特別な量子の状態です。したがってそれを研究しようとする試みにより、私たちは暗黒エネルギーを増加させ、一方宇宙をますます膨張させています。暗黒エネルギーの最初の波はビッグバンの50億年後、この現象を観察した最初の高度文明が出現したということで説明できます。もしそうだとすると、私たちは今同じ過ちを繰り返し、宇宙の膨張エネルギーが原子や素粒子さえも崩壊させるビッグリップの中で宇宙の終焉を早めています。皆さん、今日はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございます。もちろんこうした考えは全て奇妙で単なる空想に過ぎないと思われるかもしれません。でも大胆な仮説がなければ科学の進歩はありえないということも忘れてはなりません。昔もコペルニクスの説も奇妙で突飛もない考えだと思われていました。地動説についてはすでに長い間議論されていましたが、プトレマイオスの天動説は太陽の天空での動きを計算するのにより適していました。現在私たちにとって論理的で多くの疑問に答えるように思える説が、結局のところ間違っていると判明したり、さらに今日大胆でありえないと思われるような概念が学校で教えられるようになるということもありえるのです。これからも私たちと一緒にこの世界について学びましょう。また次回お会いしましょう。では